ラつくな、感情を乱すな。ままではこっちから距離を取れば、もう必要以上に近づいては来なかったのにな。早速アラミ玉に遭遇してんじゃねえか。アラミ玉さっきの部屋にいたやつと違って、こっちは害がある方だ。うじうじとよどんでるから寄ってきたんじゃねえの。な、どうしたら。な、見てな。お前の父親柳誠の三番弟子佐川仁義の脈見せてやるぜ。陣地転倒、陰を追いで陽を抱き、重機持って輪をなす。まあこんなもんだ。どうよ。すごい。そうだろうそうだろう、先輩を敬いたまえよ。